遊ぶのはおばあさんになってからできるんで、これしかちょっと今は生き方わかんないですね。負けてから2週間、3週間負けて1週間、どんだけ悔しい思いをして、どんだけベルトにかける思いが強いのかっていうのが、この試合で本当に出ると思います。まあ、代表もね、海外で活躍してた選手なので、背中をかけたいなと思ってます。でもなんか殺し合いをして負けるかっていうと負ける気はしないですよ。殺すつもりやってるとも、ちろん試合は、伸びてるでしょうけど、私の方が伸びてる。上のステップに関してもやっぱり持ってないです。追いつかない。でも正統派の攻略はしやすいっていうか、締め切さに負けなければ叶わないと思わせるみたいな。ドロドロにしてる。で決められたら投げて打った前走だ。プロベリー。チャンピオンに頑張ってないとチャンピオンになるわけじゃない。プレッシャーとって今は生き方わかんないけど、やったら本当に何をすることが